もお肌みなみちゃんです。今回も不正防止画面であるアンチパイラシースクリーンをレビューしていきましょう。本日は子供系コンテンツのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。まずは島次郎が出てくる毒親のアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずは毒親のアンチパイラシースクリーン。毒親とは過干渉であったり暴言や暴力などを用いて子供を支配下に置く親を指す言葉です。今回はそんな毒親が子供に海賊版の子供チャレンジを見せているというシチュエーションでしょうか。教育に熱心なのか熱心じゃないのか分かりませんね。とりあえずビデオだけ見せているという状態なのかもしれませんね。注意書きの後本編が開始されると思いきや、現れたのはキッズおなじみ島次郎。そこの君もいい子になれたかな。そうか、また親から虐待を受けたんだね。なんで君ばかりが不幸にならなくちゃいけないの。島次郎、悲しいよ。そうだ、僕が君の親を懲らしめてあげるよ。僕が君の仇を取ってくるよ。あとは僕に任せておいて。君はテレビの電源を切って待っていてね。島次郎、何かを企んでいる様子。お知らせ、今から全世界にいる幼児虐待行為をする親を核攻撃します。今すぐ謝罪するか降参するようにしなさいと警告文が出ますが、視聴を続けていると、お前判断力のない子供相手に何しとるんじゃこら。お前みたいな人間がこの世に存在するから子供が刑務所に行く羽目になったりして困るんだろ。親の暴力で反撃できない子供の代わりに俺がお前らを現代武器で沈めてやる。世界中にいる幼児虐待魔を現代兵器で駆除することが取り決めになりました。今まで子供に虐待を与えてきた親たちはすぐさまに覚悟してください。この状態で視聴を続けていると再び島次郎から警告を受けます。お前すごいな、これだけの仕打ちを受けてまだ子供を育ててるのかよ。ここまで言われてまだ反省しないのかクソ野郎。お前に子供を産む権利はないと言っただろう。もう分かった、お前に何を言っても無駄だ。後で後悔してもお前の責任だからな。ふざけんのも大概にしろよ。ここでジャンプスケアが発生。親である貴様が言うことを聞かないから君の体内にバイクをぶちまけておいたよ。まあせいぜい J アラートと一緒に苦しんでおくことだな。お前にも生きる資格がないから子供はちゃんとした正常な親に引き取らせてもらうよ。子供はまともな子孫で、これ祖先でって書きたかったんでしょうね。祖先によって育てられるものであって異常な親のために存在しているのではない。今すぐに子供を産むのをやめろ。親が行動しなかったせいでついに子供にまで被害が及んでしまいます。そして回想シーンが始まります。僕は小学生の頃学年が下の女の子をいじめていた。なぜそんなことをしてしまったかだって、僕の家庭環境が虐待だったからグレていたんだ。そうだ、毒親のせいだ。いや、てめえがいじめるって意思のもといじめてんだからてめえも悪いだろうがよ。で、小学生に言ってもダメだよな。まあまあまあ、言い訳聞きましょうや。当時僕はグレてそれを悪いことだとは思っていなかった。痛い目に遭うことはそれまでなかったから正直エスカレートしていったんだ。だがそんなある日、帰り道に僕の前に一人のじいさんが現れる。そのおじいさんは鬼のような形相を僕に向けていた。どうやらそのおじいちゃんは僕が泣かせた女の子のおじいちゃんだったらしい。おじいちゃんは僕から泣かされたと聞いて怒り狂ったんだろう。なんかじいさんって言ってみたり、おじいさんって言ってみたり、おじいちゃんって言ってみたり、こいつの人格がどんどん変わっていってるような気がしますね。だが僕はその怒鳴りつけている途中のおじいさんをアシュラの形相の顔つきで FBI で蜂の巣にして黙らせた。今思えば女の子たちには罪はないが、僕の傷つけられた人生のせいで女の子にまで傷をつけてしまった状況にさせた親が許せない。なんか自分の悪かったところを親になすりつけてるような気もするけど、小学校のうちだからな。なかなかセンシティブな問題でしたね。
ということで、毒親のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いてはセサミストリートのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いてはセサミストリートのアンチパイラシースクリーン。日本では NHK、 Eテレやテレビ東京等で放送されていました。番組を見ていると異常が発生し、画面がフリーズ。おっと、楽しい時間は終わりです。信号が見つかりません。セサミストリートの仲間たちに注意を受けてしまいます。海賊行為は許されることではありません。著作権法によると、テレビチャンネルをコピーすることは重罪です。詳細についてはアンチパイラシーのページをご覧ください。テレビを消してください。エルモがこちらに銃口を突きつけています。おい、お前は耳が聞こえないかなんかなのか。俺たちはテレビを消すように言ったのに、お前はそれを聞かなかったよな。どうしてだ。テレビを消すんだ。じゃないと次はもっと恐ろしい罰が下されるぞ。恐ろしいカオス空間になってしまいました。ということで、セサミストリートのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後はセントラルキッズのアンチパイラシースクリーンを見て、本日は終わりたいと思います。最後はセントラルキッズのアンチパイラシースクリーン、ワンダフルプリキュアという動物が変身するプリキュアを見ています。次は何でしょうね。文房具とか食べ物あたりが変身するんですかね。企業が何を売りたいのかっていう、市場によって変わってくるんだろうなっていう、夢も希望もないこと言っちゃったと言っている間に、アニメに異常が発生し、画面がフリーズ。おっと、著作権法によると、テレビチャンネルをコピーすることは重罪のようです。詳細についてはアンチパイラシーのページをご覧ください。あなたとあなたの仲間を守るためにテレビをオフにしてください。ここで警告を無視していると、別の警告が出現します。お前は俺たちのことを怒らせたな。もう一度チャンスをやろう。テレビを消すんだ。そして二度とつけないでくれ。あと5秒チャンスをやろう。5秒のカウントダウンがゼロになると。That's it. You crossed the line. That's what you get for pirating my channel.今回は子供向けコンテンツのアンチパイラシースクリーンを見ていただきましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつたみ。